全くモグラがそのまま大きくなったようなグロテスクな怪獣です。ウルトラセブンが姿を見せました。いきなり飛び込みました。それを硬い頭で跳ね飛ばしました。テレスゾン、体が大きく、そして体の殻が硬いだけになかなかウルトラセブンとしても飛び込むチャンスを狙っています。ウルトラセブン、さあ飛び込んだ。キックを見せました。これはあまり効きません。今度はパンチ攻撃です。これもあまり効果がありません。しかしデレスドンの方も地底に住むだけに、こういった日の当たる場所ではあまり視力が効きません。さらに大きな頭を打ち振って攻撃を仕掛けておりますが、空振りが多い。なんとか相手の体を起こそうというウルトラセブンです。しかしこのテレスドンの体はなかなか重い。逆に跳ね飛ばされました。さあまた頭を抱えました。今度はどういう攻撃を見せますか。ウルトラセブン、相手の体を起こしにかかりました。ようやく半分を起こしました。これをなんとか投げ捨てようというウルトラセブンですが、しかしとにかく相手が重いだけに、ちょっとセブンも手こずっています。うまく相手の体の上に自分の体重をもたれかけさせています。テレストン、ようやく投げ捨てました。投げたところがまた良かった。崖の切り口、懸命に起き上がろうというテレストン、ダメです。バッタリ倒れました。テレストンです。